チャンネルテレラジオ青春野菜見ていただいている方どうもありがとうございます。さあ今日も鬼滅の刃を語らせていただくわけなんですけど、鬼滅の刃は第26話で、一応終わっております。今日はですね第23話鬼滅の刃調合会議を語らせていただきます。話は箱から出てきた禰豆子、風の腕から滴り落ちる血を見て禰豆子は鬼の自分と戦う。どうした鬼、来いよ、欲しいだろう。イグロさん、炭治郎さんを強く抑えすぎです。少し緩めてください。動こうとするから抑えているだけだ。浜戸くん、肺を圧迫している状態で呼吸を使うと血管が破裂しますよ。血管が破裂、いい響き、派手で、よし行け、破裂しろ。かわいそうに、なんと弱く哀れな子供。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。妹だ、俺の妹なんだ。禰豆子は違うんだ。どうして今そうなったのかわかんないけど。禰豆子は父母兄弟を思い出す。人間は皆お前の家族だ。人間を守れ。人を守り助けるもの、傷つけない、絶対に傷つけない。どうしたのかな。鬼の女の子はそっぽを向きました。品津川様に3度刺されていましたが、目の前に血まみれ腕を突き出されても我慢って噛まなかったです。ではこれで禰豆子が人を襲わないことの証明ができたね。炭治郎、それでもまだ禰豆子のことを快く思わない者もいるだろう。証明しなければならない。これから炭治郎と禰豆子が鬼殺隊として戦えることを、役に立てること。なんだろう、この感じふわふわする声、この人の声のせいで頭がふわふわするのか。十二鬼月を倒しておいで。そうしたらみんなに認められる。炭治郎の言葉の重みが変わってくる。俺と禰豆子は鬼舞辻無惨を倒します。俺と禰豆子が必ず悲しみの連鎖を断ち切る刃を振る。今の炭治郎にはできないから、まず十二鬼月を一人倒そうね。あ、はい。ダメ、笑ったらダメ、ダメダメ。鬼殺隊の柱たちは抜きに出た才能がある。血を吐くような鍛錬で水らを叩き上げて視線をくぐり、十二鬼月をも倒している。だからこそ柱は尊敬され優遇されるんだよ。炭治郎も口の聞き方には気をつけるように。はい。それから左念おばない、あまり下の子に意地悪をしないこと。御意。炭治郎の話はこれで終わったよ。下がっていいよ。でしたらかまどくんは私の屋敷でお預かりいたしましょう。はい、連れて行ってください。では調合会議を始める。ちょっとその傷だらけの人に続きさせてもらいたいです。禰豆子を刺した分だけ絶対に。そこに小石が3つ炭治郎の頭に。親方様の話を遮ったらダメだよ。早く下がって。炭治郎、玉代さんによろしく。炭治郎を屋敷に連れてきた鬼殺隊の2人。ごめんくださいませ、ごめんくださいませ。全然誰も出てこねえわ。お庭の方をちょっと回ってみましょう。お前ちょっと自分で歩けよな。すみません、今度体が痛くて。本部も広かったけどここも立派なお屋敷だな。あ、町長、そういや町屋敷って言ってたっけ。あ、いる人いる。あれはそうだ、つぶ子の方だ。お名前はつゆりかなお様だ。最終選別の子だ。お前ゆうべカナオ様に踏んづけられたこと忘れてるな。つぐ子っていうのは柱が育ててるっていう大使だよ。相当才能があって優秀じゃなきゃ選ばれない。女の子なのにすげえな。
失礼いたします。つゆり様、校長様の申し付けに参りました。お屋敷に上がってよろしいですか。よろしいですか。どなた様ですか。校長様に。核の方ですか。怪我人ですね。こちらへどうぞ。一方善逸は、5回、1日5回もこの薬飲むのを3ヶ月間飲み続けるの、この薬。飯食えないよ。すんげえ苦いんだけど。辛いんだけど。っていうか、薬飲むだけで、俺腕と足治るわけ。ほんと、ね、ほんとになるわけ。どうやって治るわけ、ちゃんと説明して。まだ騒いでいるな、あの人。そこに炭治郎が、善逸、うにゃー、大丈夫。大丈夫か？怪我したのか？山に入ってきてくれたんだな。炭治郎、いや、炭治郎聞いてくれよ。臭い雲に刺されるし、毒ですごい痛かったんだよ。さっきからあの女の子にガミガミ怒られるし、最悪だよ。お？善逸、なんかちっちゃくなってない？雲になりかけてたからさ、俺今すごい手足短いの。そうなのか。猪之助は？村田さんは見なかったか？村田って人は知らんけど、猪之助なら隣にいるよ。あ、本当だ。思いっきりだ。気づかなかった。猪之助、無事でよかった。無事でよかった。ごめんな、助けに行けなくて。いいよ、気にしないで。声が、猪之助か？なんか、喉潰れてるらしいよ。詳しいことはよくわかんないけど。首をこうガッとやられたらしく、それで最後自分で大声出したのがとどめだったみたいで、喉がえらいことに、すんごく丸くなっててめっちゃ面白いんだよ。ごめんね、弱くって。頑張れ、猪之助、落ち込むなんてらしくないぞ。お前はよくやったってすげえよ、来ててくれて。俺は嬉しいんだ。俺その薬飲んだっけ？誰か見た？ねえねえねえ。そして善逸、猪之助、炭治郎はベッドに。善逸、猪之助、よかった生きてて。これで大丈夫だ。この部屋は禰豆子が使ってくれていいって。いたたた、ああ、灘雲山ではだいぶ痛めつけられちゃった。かなり痛い。正直相当痛い。禰豆子、山では俺を守ってくれてありがとう。禰豆子だけじゃなくて、鱗滝さんも富岡さんも俺たちのために命を懸けてくれただなんて、みんなの世話になりっぱなし。俺もっと強くならなきゃ。今日だって親方様に禰豆子と俺命助けてもらったようなもんだからな。あの人の声、不思議な高揚感だったんだ。話を聞いてると頭がふわふわした。どういう人なんだろう。すやすやと寝てる禰豆子。そうか、お前寝不足だもんな。痛いし辛いけど、まだまだ頑張らなきゃ。てさ、いつか兄ちゃんは大人になる。そしてじいちゃんになって死んじゃって、そしたら鬼の禰豆子は一人ぼっちになっちゃう。それじゃあ寂しいよな。禰豆子、兄ちゃんが必ず人間に戻してやるからな。そして親方様をはじめ全員の柱たちが集結。皆の報告にあるように、鬼の被害はこれまで以上に増えている。人々の暮らしがかつてなく脅かされつつあるということだね。鬼殺隊も増やさなければならないが、皆の意見を。今回の灘雲山ではっきりした。大使の質が信じられないほど落ちている。ほとんど使えねえ。まず育ての目が節穴だ。使えるやつか使えないやつかぐらいは分かりそうなもんだろう。昼間のガキはなかなか使えそうだな。品津川に派手な一撃を入れていたし、見込みがある。下が増えれば増えるほど制御統一は難しくなってくるんです。今は随分時代様変わりしてますし、愛する者を惨殺され入隊した者を代々鬼狩りをしている優れた血統者以外に、
それらの者たちと並ぶ、もしくはそれ以上の覚悟と気迫で結果を出すことを求めるのは残酷だ。それにしても、あの少年は入隊後間もなく十二鬼月と遭遇しているとは、引く力が強いように感じる。なかなか相まみれる機会がない。我らからしても羨ましいことだ。そうだね。しかしこれだけ加減の語が大きく動いたということは、なたぐも山近辺に無惨はいないのだろうね。浅草もそうだが、隠したいものがあると無惨は騒ぎを起こして巧妙に私たちの目をそらすから、なんとももどかしいね。しかし鬼どもは今ものうのうと人を食い、力をつけ生きながらえている。死んでいった者たちのために我々のやることは一つ。今ここにいる柱は戦国の時代、始まりの呼吸の剣士以来の精鋭たちが揃ったと私は思っている。宇髄天元、煉獄京次郎、古町忍、菅野寺光、時藤無一郎、姫島行明、品津川実務、伊室尾花内、富岡牛、私の子供たち、皆の活躍を期待している。鬼仏寺無惨、お前は何としても倒す。倒す。お前は必ず私たちが。第23話、鬼滅の刃、調合会議。これにて終演。チャンネル登録、いいねボタン、拡散、コメント、お待ちしてます。おー